新内金物機構です、前回ですね、カジュアルユーザー向けの、ファイルホルダー 2-in-1 なんかのメタテの、ご説明解説させていただきました。今回ですね、上級者向けの、タイトル通りのですね、上級者向けのメタテの、ヒントというか、こういうのもあるよっていうのをご説明したいと思います。まあ簡単に言ってしまうと、プロの方はですね、もうガイドバー新品の、まあ、綺麗なガイドバー、刃が右左に動かないっていう状態のもので、固定して両手で丸やすいだけでしっかり研いでいれば、ちゃんと切れる刃を作ってる方がほとんどなのですが、よりですね、ちょっと手間暇かけて切れる刃を作りたいといった方向けのご提案になりますね。まずチェーンソーですね、そのメタテも大事なんですけど、刃の形状もありまして、チゼルと言われるタイプの角刃ですね、マイクロチゼルと言われる半丸になったタイプの刃、2種類大きく分けてあります。概要欄の方にですね、バローベというヤスリのメーカーの、リンク貼っておきます。そちらの方見ていただければ大体の、上級者の方は目立て角度と、あと、どういうふうに研げば長切れするのか早く切れるのかという、理屈が分かるいいページがあるので、ちょっとそちらの方リンク貼っておきますね。で、刃の種類の方ですけど、そちらの方のバローベの方で見たんですけど、角刃が100だとしたら、セミチゼル、マイクロチゼルですね、マイクロチゼルと言われるタイプ93ぐらいの、切削スピードになります。まあちょっとこの辺はですね、好みが分かれるところですね。角刃の方、切れ味はいいんですけど、ダメージを受けてしまうと、研ぐ量が多くなってしまうので、プロの方とかもですね、木の柔らかい水分の多い夏場とか春から夏秋にかけてだと角刃がいいけど、硬くなってくる木が、冷えて凍って硬くなってくると半丸の方が長切れするので半丸の方がいいという形で、シーズンによって使い分ける方もいますし、やっぱり切れ味を求める方は角刃を選ぶ好みますし、ただ目立ての回数が増えてしまいますので、長切れをとにかくさせたいんだっていう方はこちらの半丸タイプで、角度をわざと鈍角にしたりとか広葉樹向きの破角にしたりとか、そういうふうにして、使ってる方などいらっしゃいます。で、どういうふうにすればそういった、細かいですね、目立てがやりやすいのかっていうところでご提案するのはですね、スチールの FG2 ですかね。この、セッティングをちょっと修理室の方に行って使ってますので、ご説明したいと思います。はい、それではですね、 FG2 の、使い方の、ご説明したいと思います。 FG2、いいところがですね、ガイドバーがへたってしまってる方、目立てするときにですね、刃が右左に動いてしまってちゃんとした目立てができないっていう経験された方いらっしゃると思います。 FG2 バーからチェーンを外しまして、一個一個こうやってドライブリンクのところを固定できる構造になっているので、へたってるガイドバーを使ってる方でもですね、チェーンを外すことでしっかりした目立てができるようになるというところがメリットですね。なので希望のできる、研ぎたいところを研ぐようにセッティングするという知識のある方が使いこなせる、上級者向けの目立て器具になります。これガイドバーにつけたまんまやるタイプと、が FG3 ですねというタイプであります。ガイドバーから外すタイプは FG2 というタイプですね。ちょっと裏面から、セッティングの方法なんですけど、まず、チェーンを固定しました。そうしましたら研ぐところですね、ヤスリが1/5
4分の1出るように、好みの高さに出るようにですね、ここでセッティングすることができます。角度の方はですね、ここで10度下げにしたいとか5度下げにしたいとか、そういう、あ、これは10度下げしかない設定ですね。10度下げにの設定ができます。で、ここで高さ調整ですね。で、ここで30度、35度と設定できるメモリーがついてました。で、これがですね、ガイドバーにつける4、5000円とかのタイプ、今ちょっとなくなっちゃいましたけど、より、一つ一つが強度の高い部品で構成されているので、長持ちもするようになってます。なので、ちょっと値段も張りますけど、使い勝手は非常に良いですね。角度とヤスリのポジションを設定しましたら、もうまっすぐにしか動きませんので、このように刃先の頂点が立つとこまで研いだら、バイスを解除して次の刃に移動して、ヤスリをセットするだけというふうにですね、一回角度を決めてしまえば、もう同じところ、次の刃に行ってもですね、同じところにを擦れるようにセットできるというのがメリットですね。で、なぜこれがおすすめかと言いますと、チェーンソーの刃、20.325 ピッチの 1.6 ミリケージは、4.8 ミリのヤスリからがスタートで研いでいくのですけど、刃が半分ぐらいになってきたらですね、 4.5 のヤスリに変えて、最終的には刃が3分の1ぐらいになってきたら4ミリぐらいの細いヤスリで、研いであげるのが理想になります。そうするとですね、ファイルホルダー、こちらですね、このタイプなんかでですと対応しきれなくなっちゃいます。なので、こういうヤスリサイズ、どんなやつでもつけれるタイプので、自分の研ぎたいところにセッティングできるという目立てゲージですね、非常に有効になります。なので、目立て上級者の方、しっかりした目立てをしたいという方には大変おすすめの器具になります。さらにですね、目立てヒントというところでですね、ガイドバーからどうせ外してしまうのであれば、こういった万力に挟んでしまって、ドライブリンクをですね、万力に挟んでしまって研ぐと、いうことも可能です。そうすると、ドライブリンクが固定されているので、刃がですね、動くことがないので、しっかりと狙ったところにヤスリを当てて研ぐことができます。まあ、こういったやり方でやるのもヒントとしましては、しっかり刃を固定できるので非常に楽かと思います。万力だとちょっと緩めると刃が簡単に動かせれますの で、次のレーンと移ることができるので、まあ、万力を使った目立てですね、これもよろしいのかなと思います。最近ですね、人気というか、まあ、定期的にもう最近は定番になってきましたかね、チェーンソーの目立て上級者の方、やっぱりいろいろやってみたくなります。そこでですね、こういったダブルベベル3とか3コーナーとか角刃用のヤスリでいろいろやってみたいというお客さんがもう結構多くいらっしゃるのでですね、ちょっとそれの試しに角刃が、まあ、ちょっと画像でも載せますけど、丸ヤスで研いだ状態の刃から角刃で研ぐと、角ヤスリで研ぐと、どのような角刃になるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。
りますかね。かなり鋭利になって、刃の頂点が立っております。まあ切れ味はいいと思いますけど、すぐ切れが止まる形ですね。まあ角ヤスリ用のヤスリ、こういうダブルベベルとか、3コーナーでさまざまいろんな研ぎ方ありますけど、わざとこれはですね頂点を立たせる研ぎ方をしました。内側がですねこういうふうに鋭利になっております。本当はもうちょっとですね、研いで外側の方もですね研ぎたいところなんですけど、まあこのような形で研いだのを海外の方のサイトで見たことがあったので、ちょっと今真似して研いでみました。まあ、おそらく、この形というか頂点、ここのコーナーの部分を立てる研ぎ方が正解なのかなと。なのでもっと本当はここのところもですね削れてしまうような感じで下から上に上げる、もしくは、上から下に対して研いであげるっていうのが正解かと思います。まあそれ以外にもですね、結局要は切れれば、切れる刃になれば正解なので、まあ正解は一つだけではないということで、ご理解いただければなと思います。いかがだったでしょうか。上級者向けの目立てのヒントになってれば幸いです。まあ一番いいのはですね、ガイドバーにガタつきがなく丸ヤスリだけでチェーンソーを固定して両手で研いで研げる、切れる刃にできるっていうのが一番理想です。プロの方たちはほとんどそのように研いでる方が多いですね。こだわりのある方とか、やっぱり曲がって切れていくのが嫌だっていう方なんかが、FG2 を使って研いだりも実際プロの方でもされてる方多いです。またですね、FG3 のようにガイドバーに挟んだ状態のままでセッティングして研ぐということもですねやってる方も大勢いらっしゃいます。目立てはですね、スタートのヤスリサイズが 4.8 だったら 4.5、4mm、まあ、同じようにスタートサイズからヤスリサイズを変えていくというのが上級者の方たちの、やり方になります。なのでヤスリサイズもですねたくさんございますし、スタートが何ミリの刃なのかっていうのもですね認識を持つことが重要となります。そこでスチールの刃とオレゴンの刃で、同じチェーンソーに使うのにヤスリのスタートサイズが違うっていうのもあったりするのです、ですね、分からない方ご相談ご質問いただければと思います。今回の動画いいなと思いましたら高評価お願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてお店の方にですねぜひ遊びに来ていただきまして、こういった目立ての談義とかいろいろ逆に私にも教えていただければなと思いますので、ぜひぜひお店の方遊びに来てください。それではまたよろしくお願いいたします。